皆さんこんにちは、キャスタイス TV の小林です。今回はですね、起業する前に決めておくべきコンセプトということで、皆さんにはですね、起業を実際にして、会社を立ち上げてしまう前にですね、3つのコンセプトについて考えてみてはいかがでしょうかという、提案をしてみたいと思います。コンセプトって書いたんですけど、企業理念とかね、ビジョンとか、そういう意味のコンセプトではなくて、会社の形態としてどういう形にしていくのか、どんな会社にしていくのかということで、3つの、軸ですね、から考えてみてはいかがでしょうかというご提案でございます。なので、今回はですね、起業を考えている方とか、もう実際にね、ちょっともう起業して動き始めてるよぐらいの方に対して、お伝えできればと思っております。でですね、まず一つ目なんですけれども、会社をですね、個人型にするか、集団型にするかということは、事前に考えておくべきことです。これはどういうことかというと、個人型というのは、起業する皆さん、起業する人間が、一人個人が中心となってやっていく会社、いわば個人会社とするのか、もしくは基本的には人を、雇用して集団で経営をする、運営をしていく、そういう会社にするのかという違いです。で、これって結局規模だけの問題じゃんって言われるんですけど、そうでもないんですね。例えば皆さんがですね、じゃあコンサル会社を作ろうというふうにして、コンサルティング会社を作った時に、自分でね、コンサルができる人がいれば、一人で個人会社としてね、動くことも十分できますし、それでね、利益を追求していくことも可能だと思います。逆に、人をね、雇わないので、リスクも少ないですよね。自分ができる仕事だけ取って、自分でその上がりをね、全部取るということなので、すごく分かりやすいし、人事の問題とかそういうのもないので、運営しやすい会社の形態の一つであるとは思います。一方で、じゃあ人を雇うってなるとですね、当然ですけれども、給料を決めてそれを払わなければいけないので、例えば立ち上げの最初の頃ですね、自分の給料よりも他の人の給料をね、優先するっていう場面も出てくると思いますし、あとはね、集団型になる以上、そういう人たちに、何がしかね、その物とか場所とか、場合によっては教育とか、そういうものを提供していかないといけなくなりますので、そういうものも、会社のね、必要な、義務というか要素として入ってくるようになります。なので皆さんが起業するときに、その、自分一人、別に後からね、2人とか3人とかになってもいいんだけども、その個人で回していくっていうのか、もしくは最終的に自分はね、どちらかというと、オーナーとかそういう立場になるために、集団型でやっていこうっていう考えなのか、そのどちらなのかっていうのをある程度はっきりさせておいた方がいいと思います。そして2つ目なんですけれども、その業務の内容が、労働集約型なのか、付加価値型なのかっていうのを決めるべきです。これはどういうことかというと、例えば皆さんがやる仕事が、労働集約的、つまり例えば100万円の売り上げに対して、例えばですよ、10日間の日数がかかったとします。1人の人が動いてね、じゃあその売り上げを上げるためにどうすればいいかっていうのは、その人間の人を10日じゃなくて20日、つまり人を2倍にすることで、例えば売り上げが200万円に、10日間の売り上げを200万円に増やすことができるとか、そういうふうにですね、ある程度人間の時間、工数、そういったものが直接売り上げに跳ね返ってくるような、そういう業務にするのか、もしくはですね、付加価値型ですね、その一人の人間が、やっているものの価値っていうのがどんどん上がっていくような形式にするのかということです。で、例えばですね、これ何が違うのかというと、もちろん両方なんです。会社を運営していくためには、その一人一人が1時間に生む価値を上げていく、つまり付加価値を高めていくってこともしなければいけないですし、会社が大きくなれば当然ですけれども、そこで働く人とか、働く時間、もう増えていくことになりますから、絶対に片方だけってことはありえないんですが、基本的にはどっちを原則として動いていく会社なのかっていうのは決めておいた方がいいかなと思います。例えば、じゃあ先ほど紹介した、コンサルティング会社の場合ですね、基本的には労働集約ということになります。例えば一人の人を、特定のプロジェクトに、入れたら、例えばこの人、じゃあ一人入れるから100万円くださいとか200万円くださいということになりますし、じゃあその、人の売り上げを、300万400万円にしていくということであれば、もちろんその人のね、付加価値を上げて、その人の単価を、高めていくってこともあるんですけど、それ以上にコンサルタントを、
増やして使える時間を増やすことで売上を増やすことができるというのも、これまた事実ですので、例えばコンサルティング会社なんかは労働支援型かもしれません。例えば、我々にね身近な例で言うと塾なんていうのはありますけど、例えば塾でね、教室に生徒さんを集めて、じゃあ英語を教えます、数学を教えます、算数を教えますって言った場合に、例えば今はね、1人の人が1時間授業をやっていて、見ている生徒が10人でしたとね。でそういうことは1時間にねその10人分のね、授業料を稼いでいるということになります。ただ例えば教室を広げたりブランディングをしたり、場合によってね、生徒がたくさんね入ってきてくれるということになれば、もちろんね、その生徒さんが10人だったものが20人とか30人になることで、付加価値が上がっていくと。なので例えば塾でね普通に教室で集めて授業をするような場合なんかは、この付加価値型に近づいていくのかなと思います。で逆に同じ塾でも、例えばね1対1のね個別指導型みたいなものはどちらかというと労働集約で、その生徒に対して先生の時間も増やしていかないと、その売上っていうのは上がっていかないという形になります。でこれは何なのかというとですね、労働集約型のものというのは、逆に言うとニーズが少ないときはかける人件費とかも少なくていいわけですよ。なのでスモールスタートしやすいといえばしやすい。ただ、規模が大きくなるにつれてたくさんの人を雇わないといけないし、たくさんのね時間を投下していかないといけなくなるので、かなり大規模になって、要はチェーンとかね、そういうのになっていくのは結構、一個ね大きな谷があるんじゃないかなと思いますけど、付加価値型についてはこの逆で、ある程度最初にね設備投資とか人間の投資が必要なんだけれども、一定規模ねいくと、どんどん売上というのが上がってきたら、儲かるようになるという形になるかなと思います。なので皆さんもねどっちの、ね、方向でやっていくのかというのは考えた方がいいかなと思います。で最後、教育水準です。これはなんかさっきみたいにイエスノーみたいなね、 A か B かみたいな形ではないんですけれども、自分の会社でね働く人、完全に一人でやっていく個人企業じゃない時には誰かしらね雇用すると思います。その時に、アルバイトでもいいし正社員でもいいんですけど、その雇用をする人に対してどのぐらい会社として教育をしなければいけないのかというのも先に考えておくべきことだと思います。よくあるのは、飲食店なんかで聞きますけども、人は雇ってるんだけどなかなかいい人がいなくて、なんかこうお店の中の空気が良くないなんていう話を聞いたりしますけど、やっぱりね世の中でアルバイトしますとか正社員で入りますっていうね、いろんなタイプの人がいます。もちろんいい人もいれば悪い人もいて、いろんなタイプの人がいるんですけれども、やっぱりね最初から素晴らしい人なんていうのはすごく少なくて、会社がねきちんとその教育をしたり研修をしたりすることで、その、働く人の、ね、自覚とかモチベーションっていうのも変わってきますので、そのどのレベルをね皆さんが求めるのかというのも先に考えておいた方がいいです。例えば自分でね会社を作って人を雇ってみたけど、なんか思うような雰囲気にならないとかね、思うような能力を発揮してくれないっていうのは、もちろん採用で失敗している可能性もなくはないですけども、それ以上にその会社の中できちんと教育、研修ができていないというケースもまあまああります。ですからその僕の会社ね、あなたの会社、そこでどんな教育をねしていかなければいけないのか、もしくは教育の量はどの程度必要なのかということも考えるべきです。逆に言えば教育がなるべくなくても、つまりなるべく誰でもできるような業務なんだけども、付加価値が出せるみたいな仕組みをね、もし皆さんが考えることができれば、それはすごくね強みになります。ただ基本的にはね、例えば有名なチェーン店考えてください、マクドナルドでもいいしユニクロでもいいんですけど、そういう会社さんねきちんとやっぱり従業員の研修を行っていると思います。なので、皆さんがね起業した時に、そういう大企業ほどのねことはできないかもしれないけど、何がしかね教育はしていかなければいけないので、それをねどういうところでやっていくかということを考えるべきかなと思います。逆にどんな教育をしていくかっていうのは決まれば、その教育に合いそうな人をね選考したりとか、選別したりするということもできるようになりますので、そういうところでも参考にしていただければなと思います。で例えばということなんですけど、じゃあねこの3つの軸でコンセプトを考えた時に、どういうふうに違いが出るんだっていう話なんですけど、例えばですね、じゃあ個人型で、労働集約型で、教育水準があまり高くないっていう会社を作ろうとした場合、それはどうなるかというとですね、まず個人でやっていくということなので、メインプレイヤーは自分なわけです。
メインプレイヤーは自分で労働主役型ということなので、いかに自分がそのお客さんとか何かに仕事に対して時間を使ったかで成果が跳ね返ってくるような業務であるということである。でかつ周りでねポチポチ雇う人はいるかもしれないけど、それはあくまで教育はそんなにするつもりはないぞと。要は自分の専門性とか能力を生かして自分の時間を投下して稼いでいこうというようなモデルですね。例えばまあ個人で動いているまあコンサルタントとかフリーランスの人なんかはこのモデルに近いんじゃないかなと思います。でこういう人は例えばですね、自分の時間に対してそのお給料をもらうという形になるので、かなりリスクは少ないですね。何か最初から設備が必要だとか、人を雇うことが必要だとかそういうことではないので、単純に自分の投下した時間が、給料に跳ね返ってくるという傾向にあるので、契約さえ取れれば、かなり安定した、まあ、下手したらサラリーマンくらい安定した仕事環境になる可能性もあります。ただ一方でじゃあデメリットは何なのと言われれば、一生そこから変われないわけですね。例えば、週にね2日しか稼働しないけど悠々自適でオーナー生活を送るとか、そういうのはまず無理ですし、自分がね例えば病気とか怪我をした時に、代わりの人材がいないので収入が全くなくなるというようなことも当たり前ですが起きます。なので、まあ、そこは一長一短なんですけど、例えばそういうモデルがありますね。一方で例えば、集団型で、例えばじゃあ労働集約型で教育水準が高いというような会社を作ろうとした場合なんですけれども、まず、自分だけじゃなくて何人かで、会社を運営していくことになるので、まあ、正社員を雇用することになりますね。なので正社員を含め自分と何人かの人間で、その労働集約時間を投下してやっていこうという形になります。そして教育にお金をかけるぞと言っているので、例えば後から入ってくる社員もしくはアルバイト、そういう人たちにも、かなりのレベルのものを叩き込むと。その代わり労働集約型なので、そういう人にができるようになったら、その自分とか社員とか、最初の頃のね幹部候補っていうのはどん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 その仕事を手放して、下の人にやってもらうようにすると。その分自分たちは、自由な時間を作ることができて、まあ、引退とかね次の新しい仕事とか、まあ、そういうことができるようになるみたいなモデルになっていくのかなと思います。まあ、もちろんね、そんなね、うまくいかないことの可能性だってあるわけで、まあ、このモデルのリスクとしては、最初から人を雇ったりとか、もしくは教育にお金をかけたりしますから、その分ね、もし契約が十分取れなくて返ってこなかった場合ですね、大幅な赤字とか、場合によっては借金とか、まあ、そういうようなリスクもありますので、まあ、そこはね、どっちがいいかというのは今、皆さんがね、考えてくることだと思います。なのでですね、何のモデルが絶対いいとかってないので、まあ、後からね後悔しないように皆さん個人個人がぜひ考えていただきたいなと思います。まあ、よく聞く例は、起業してね結構うまくいってるんだけど本当はね、立ち上げて悠々自適で、自分はあまり働かないで、不労所得みたいな感じで回していきたいというふうに思っていたんだけれども、なんかやってみたらね、まあ、10年ぐらいやってんだけどほとんど働いてんのは自分で周りの人がサポートしてくれてるだけで、なんか結局なんか個人のフリーランスみたいな会社になっちゃってるみたいな、そういうような話も聞きますから、まあ、最初からねどういう風にするんだっていうのを自分で決めて取り組んでいった方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは、本日のキャスサイズ TV は以上となります。今後もですね、まあ、企業にまつわるお話をねいろいろご提供できればと思っておりますので、ご視聴いただければ幸いです。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。